アブの引退が原因ってお、そう。俺ね、それ知らなかったんだけど、アブさんさ、あの、YouTube でバンされたみたいなこと言って、多分かばってるやついると思うんだけど、俺1 0 0でアブさん悪いと思うの。最近ね、あの、フヒキとかもそうなんだけど、あの、伸びはざの実況あるじゃん。ついに、ドラえもんのなんか <laughs>、ところが起こって、全部削除し始めてんの。あれってやっぱ同人だから、そんなのさ、大々的にさ、実況上げてる俺たちも、まあ、もともと実況者なんて犯罪者だっていうふうに、 俺言ってたと思うんだけど、あれをさ、ガチャ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 アブさん上げてたじゃん。ニコ生時代から。普通そういう時にやっぱ全部消さなきゃいけないらしいんだよ。お前のパートーも消された、やっぱそうなんだ。それで、なんかああいう嫌みったらしい動画を上げるのは俺マジでないと思って。なんならさ、我々なんてさ、 こんな犯罪めいたことしながらお金いただきてありがとうございますよ、ね。やる気ねえじゃん。今まで、今まで、お世話になりましたつって言わなきゃいけないらしい。言わないじゃん。言わなきゃいけないじゃん。だ俺、あんまりね、その、固有名詞を挙げて具体的な内容でディセルの好きじゃないんだけど、あれはマジで、一言謝っといた方がいいと思う。そしたらさ、なんか、 またできるかもしんねえじゃんあれ多分そうだよ最近ねそうだったんだよなんかドラえもんのさとこってどこだったっけ会社今まで頑張って上げてきた動画がだからあれだよ要は火事場泥棒一生懸命やってきたのにお前なんでお前なんで家にいんだよみたいなさ小学館か そりゃさ、怒るに決まってんじゃん。伸びはざのせいだと思うよ。あれでなんかさ、YouTube とかを攻めてるのは俺はないと思う。本当に。最低だと思う。だ俺も、やられたとしても、まあ別にそんな俺の場合はさ、アブさんとかに比べて収入少ないからさ。あれだけど、なんかそんなにね、 あんな喧嘩売るような真似は絶対しない方がいいと思うわ。アブの悪口それだけ。うそれだけ。いや、ほんとにそれはないなと思ったわ。ないなって。そのしかも、本田翼の顔とか勝手に使ってさな。あいつなんかそんな、そんなことするやつだっけと思っちゃったんだよな。そんなことするやつだっけって。思っちゃいました、僕は。もそれ擁護してるやつもなんか俺はないなと思う。 アハハハブは思い当たるとこ全部に頭下げろよ <laughs> 絶対俺だったら俺だったら逃げ切るわ <laughs> いやあかんねえっつってこれダメなんだはめられましたって一通の逆走と違って知りませんでしたからまだギリギリ強い人じゃん小学館さんあのー、ひでえやついますよって 伸びはざっていう、同人を二次制作し、ドラえもん二次制作して勝手にやってるゴミども僕も逮捕に協力するんで、ひとまず、その、矛を収めてもらっていいですかって言うかな俺だったら。アブ本当に引退したら悲しくないか、お悲しいね、正直。やっぱ同時期からずっとやってた人だからさ、俺が倒してやるみたいな感じでやってたから、からも謝って復活してほしい。別にまたチャンネル作ればいいじゃん。伸びるじゃん、どうせ。 まあ今まではラッキーだったって、いいお小遣いもらったなって切り替えて、もうやればいいのに。フ風が引退したら悲しいですけど、フ風が引退したに悲しくない。なんかまた、なんか3ヶ月くらい触れ出そうそばあいついなくなったらしいなって。悲しくありません。別に。作り直せばいいじゃん。作り直せばいいんじゃないのかなって、思います。僕は。 まあでも多分復活すると思うけどな。復活しそうだけどね。祖父がいなくなったらダークソル俺のものになるから、もうこれ見よがしに、わしが育てた感出してし。新チャンネル作れば絶対大丈夫だよ。絶対大丈夫だと思う。復活すると思う。 まあでもなんか1億2億は稼いでるだろうしさ、まあ案件とかもなんかやってるし、か稼いでるだろうから、金には困ってねえんじゃねえ。な堅実な生活してそうじゃない堅実な。<laughs> あ,あ、動画出すの疲れちゃったのか。まあ趣味でやればいいのにね。趣味で。やればいいのに。 元はなんか好き、多分好きっていうのは事実だろうから。で俺もなんかアブさんのやつはほんと見てなかったんだよな。清とかたまーに見るけどさ、どんな動画が出てんだろうみたいな。いないれの必殺技、してみたみたいなやつ見たけど。あんなこれ <laughs> バットボタン押して帰ってきましたすぐ。バットっつって。すぐ帰ってきました。いないれの必殺技、してみた。 マリオでアダルトのサムネ作ってたからしょうかねあ、そうなんだ <laughs>。えー